お茶でも入れようか。あ、そうか。水なんて出るわけないよな。龍之介さん、お茶なら私が入れましょうか。お、用意がいいね。キャンプ道具一式あれば大抵のことはできますから。これはダメですね。だな。それによく考えてみれば、もし電池が使えたとしても、ここにガスが通ってる可能性も低いか。それもそうですね。あ、龍之介さん、ちょっと待っててもらえますか。ああ。みゆきちゃん、龍之介さんって本当面白いですよね。面白い？だってゴキブリにあんなに驚くなんて。そりゃ驚くでしょう。で、みゆきちゃん、もしかして全然平気なの？たかがゴキブリじゃないですか。ただの虫ですよ、虫。そりゃそうだけど。じゃあ、平気で新聞紙なんかでバーンと叩いちゃうタイプ？殺すほどのこともないですよ。ゴキブリはただの虫ですからね。それ以上でもそれ以下でもないんです。私、必要以上の殺生はしたくないんです。だから、虫が出てきても被害がない限りは殺さない。野外活動でもちょっと変わってるって言われましたけどね。そうなんだ。でもそれって根が優しいんだね。優しいっていうのとはちょっと違うかもです。殺すのは必要最低限だけ。死ぬ間際の相手の顔なんてそうそう見たくないですから。相手の顔？そうです。恐怖と絶望でいっぱいの目、その目の奥にはこっちが呪われそうなほどの憎悪が滲んでいるんですよ。確かに、まあ憎悪に満ちた虫の目なんて見たくねえよな。本当ですね。お、用意がいいね。
よかったな。これでみんなで茶が飲めるな。え？って、そういえば。どうしたの？お茶っ葉です。お茶は持ってこなかったんで。うっかりしてたな。失敗です。ああ、そうか。なるほど。みゆきちゃんも完璧というわけじゃないってことだな。ん？それはちょっと心外ですね。こんな場所でお茶を飲むような悠長が許されるとは思ってなかっただけですよ。どうしました？いや、よく考えてみればあったとしてもそれって20年前のお茶っ葉だよな。さすがにそれってやばくない？言われてみれば香りも味もしなさそうですね。まあ封鎖が解除されたってことは多分残留汚染とかは大丈夫なんだろうけど、さすがに食物はまずいかもな。ですね。今更ですけどお茶を飲むのは難しいかも。左右にしましょうか。あの、ん？あの、よかったらこれ温めませんか？え？飲み残しで、たくみくんが口をつけて飲んでたやつだから悪いかなって思ってたんですけど。おお、そんなの全然 OK よ。っていうかもっと早く言ってくれよ。なあみゆきちゃん。ええ、助かりますよ十和田さん。よかった。それじゃあこれをみんなで飲みましょう。いやー助かった。腐ったお茶を飲んで全員死ぬところだったぜ。龍之介さん大げさですよ。そもそもお茶は腐ったりするんですか？わかんねえよ。あれも一応植物の慣れの果てだからな。ですね。とはいえそんなお茶を飲んだとしてもお腹を下す程度ですよ。もし死ぬとしたら誰かが毒でも入れたということでしょうね。おいおいみゆきちゃん、それ冗談になってないから。そうですよね。でもそういうことってあり得るでしょ？それはそうだけど。あ、いや、あり得るけど、それじゃここにいる誰かを疑ってるみたいじゃねえかよ。そんなことって。冗談ですよ。そんな真面目に返されると私としても困ります。あ、あとは俺がやっとくよ。これに継げばいいんだろう。いいですよ、私がやりますから。そう？私のはいいですよ。さっき使ってたコップがありますから。いいのよ十和田さん。紙コップいっぱいあるから遠慮しないで。
いいんです。別に遠慮なんかじゃないですから。じゃあ俺はあっちに行ってるから、あとよろしく頼んでもいい？あ、はい、もちろん。トーラさんもあっちに行ってていいですよ。あと私がやりますから。いいえ、あとは私がやります。ソリマチさんこそ向こう行っててください。私がやりますから大丈夫よ、十和田さん。いいえ、お茶が沸いたら私が持っていきますから。でも、うん、ソリマチさん、いいからあっちに行っててください。でも、十和田さん、顔が、真っ青。いいからあっち行って！すみません。でも、本当に、私は大丈夫ですから。ここは私がやりますから、皆さんあっちへ行ってくつろいでいてください。それじゃ、二人ともあっち行ってなよ。俺が茶を入れるからさ。荒川さんも、あっちへ行っていてください。お待たせしました。すみません、量がまちまちになっちゃって。ああ、その一番少ないのは俺がもらうよ。大丈夫ですよ、私少しでいいですから。いただきます。それじゃ、俺が一番多いみたいでなんか悪いけど、いただきます。
みゆきちゃんは飲まないの？はい。なんとなく気が進まなくて。気持ちはなんとなくわかるけどさ、飲むとホッとするかもよ。本当、お茶ってなんかホッとしますよね。そうそう、一息つくっていうかさ。あんたが龍之介か？あたしはあんたのお父さんの母親や。は？つまりあんたのおばあちゃんやな。あたしらもあれに子供がおるなんて知らんかったさかい。びっくりしたわ。俺だってびっくりですよ。てか、何なんですか？認知すらしなかった父が、今さら何の用なんですか？用なんてない。話せば名ごなるけど、あんたのお父さんは、とっくに死んどるし。死んでるって、そんな。8年前に釣り船の事故でな。で、残ってるもんを整理してたら、あの子の日記とか仕事のテープとかが出てきてな、その中にあんたのことが書いてあったんよ。だから、あんたにやれるような遺産は、何も残ってないんや。悪いな。いいですよ、そんなの。んなもん、俺だってもらおうなんて思っちゃいねえし。
それでな、東京であの子、ひなみ沢って村のことを取材しとったんよ。ひなみ沢？それって、ひなみ沢大災害が起こった村のことですか？そうや。そんで、その村の生き残りってのを取材した時のテープが出てきてな。更新所使って、あんたのこと調べた時、探偵は、あんたは東京で記者やってるって言っとったから。もしかして役に立つんじゃないかと思って。ほれ。ま、20年以上前のテープなんだから、当然だよな。言う通りだったんです。お社様は本当にいて、そしてたたりも本当にあった。そしてみんなその怒りを受けて死んでしまった。結局あの子の言う通りだったんです。お社様は本当にいて、そしてたたりも本当にあった。そしてみんなその怒りを受けて死んでしまった。あの子が学校爆破した時は頭がおかしくなった末に、わけのわからない恐慌でよくもおねえをって思っていましたけどね。でもその翌日に雛見沢村の全域でガス災害が起こった。みんな生き残ったのは、私と同じように警察で事情聴取を受けていたケイちゃんだけで。それにしても じゃあ、お社様のたたりで火山ガス災害が起きたってこと？それって、なんか強引すぎると思うけどな。
正直に言うと、私はオカルトってものに対して懐疑的でね、この目で見たわけでもないし、関係者から聞く話も前唾っぽいものばかりだ。だから私はこの災害に何らかの人為的な要素があったんじゃないかって思っている。それを君に聞きたいと思っていたんだけどね。へえ、それ少し前の私と同じですね。私もたたりなんてものは信じていませんでした。災害が起こるまではね。えおねえ、信じる信じないは勝手ですけどね。あんまりふざけてくだらない決めつけを続けているとあなたもたたられますよ。まあ実際にその目で見た以上、まだその減らず口を続けることができたら大したものですけどね。富武さんは喉を引っかいて死んだ。高野さんは山奥で丸焦げになって死んだ。お姉やリカちゃま、サトコはバラバラになって死んだ。じゃああなたはどんな死がお望みですか？なかなかに手の込んだ冗談だね。それはどういう意味なのかな？これから足音には気をつけた方がいいですよ。道を歩いている時に立ち止まって足音が一つ余計に聞こえたら、それがお社様だから、あなたをたたるために後ろをついてきてるってことだから。ああ、ひょっとしたら今も聞こえるかもしれませんね。ほら。本当に聞こえたんだ。じゃあ決まりですね。富武さんが自殺、高野さんが焼死、お姉たちが爆死なら、あんたは水死だ。ここは大丈夫ですか？どうしましたか？あんた誰？誰ってあなたこそどちらの方ですか？俺は荒川です。フリーのライターで。練炭自殺の車、わかりましたか？はい？警察の人ですよね。
ああ、はい、そうですが。どうしました？あの、他の人は？他の人？みゆきちゃん。ああ、いや、女性が二人と男性が一人、この部屋にいたはずなんですが。いえ、私が来た時、ここにはあなたしかいませんでしたよ。え？あの、今日は6月22日ですよね。え？ええ、まあ。あなた、いつここへ来たんですか？今さっきですけど。どうかしたんですか？ええ、その。あの。ところで荒川さん、さっき、練炭自殺とかおっしゃっていましたが。はい。案内していただけますか？おまわりさん、あの、案内してください。練炭自殺の車はどっちなんですか？あの、それよりですね、今ここで、それよりももっと大変なことが起こってるみたいで。ここではなんですから、車でゆっくりお聞きしますよ。どうしたんですか？こっちですよ、荒川さん。この人、練炭自殺見たそうですよ。ほう。ええ、まあ。車種は？何人乗っていました？え、何人って？死んだ人、見たんでしょ？あんまりよくは見てませんでしたから。は
最近解禁されたとはいえ、こんなとこには人なんか寄りつきませんからね。あなたが発見していなければ、集団自殺の車なんて半永久的に見つからなかったかもしれませんね。その辺を掘り返したら、白骨の一つや二つすぐ出てきますよ。こんな村、二度と来たくないですよ。ああ、タバコ、いいですよね。どうしたんです、荒川さん。え、いや。それで、さっき言ってたもっと大変なことっていうのは何なんですか？あの、いや、遠慮しないで言っちゃってくださいよ。あの、本当に集会所には誰もいませんでしたか？いませんよ。誰もいませんでしたよ、あなた以外はね。そもそもこんな廃村に人なんかいるはずないでしょう。もしかして幽霊でも見たんじゃないですか？ちょっとこっちじゃないですよ。いいんですよ、こっちで。いえ、練炭自殺の車はこっちじゃないですよ。今の道を左です。練炭自殺。あなた、そんなものが見たいんですか？あの、どこへ向かっているんですかね？そんなこと、あなたが知る必要なんてありませんよ。こっちは、沖宮じゃないですよね。だから、あなたは行き先なんか知る必要はないんですよ。それじゃあ幽霊特集はそいつでいいか。荒川がいたらもっと面白い紙面になるだろうに。
たりなんかで本当に人が死んでたまるかってんだよな。今頃あいつはきっと。次のニュースです。今日未明、三重県木曽川の河口付近で白骨死体が発見されました。同地区付近でこの男性のものとみられる所持品が発見され、身元は荒川龍之介さんと判明。警察は現在全力で事件の解明に。荒川ちゃん、一体どうなっているんだ？デスク、幽霊特集の記事にこいつも付け足しましょうか。ああ、そうだな。